そうするとここは緩み出して脳の真ん中からエネルギーが出やすい。集中集中、心今ここに。口を開け、指を入れ、手をこう、手のひらつけていただいて、何本指が入るかちょっとやっていただいていいですか。4本入る方いらっしゃいます？そうですね。赤ちゃんってね、結構普段から口開けますよね。私の知り合いで歯医者さんで、歯医者さんってこう口開けてもらって患者さん見るじゃないですか。ある時気づかれたのが、口を開けれない人は歯だけじゃなくて体調もよろしくない、口をきちっと開ける人は体調もいいと、ね、気づかれたそうなんですよ。で、実は緊張してる時にあくびをしちゃうっていうのは、脳の真ん中に脳幹って届くからエネルギーが出るのと一緒で、口を大きく開ける、ここが緩んでる人あーって、ね、は脳幹からエネルギーが出てパフォーマンスが上がりやすい。だから今スポーツ界ではトップ選手には普段から口を開けるようになってます。で、じゃあもう一回いきましょうか。無理のない範囲で、顎外れない程度に入れていただいて、目を開けたまんま5秒間いきます。映像がちょっとあれですけどね。いきますよ、せーの、あー、はい、ありがとうございます。あまり人には、ね、見せないようにいきましょう。普段からやるといいと思います。そうするとここは緩み出して脳の真ん中からエネルギーが出やすい。実は私の知り合いで神戸にですね、ライオンあくびっていう治療されてる方がいらっしゃって、いろんな治療法をご存知なんですか、全部捨てて患者さんがいらっしゃったらベッドに寝ていただいて、口をワーンと上げて、はい、右手左手だけを治療されてる方がいらっしゃいます。それだけで脳幹からエネルギーが出て体調が良くなるっていう治療なんです。もうちゃんとした治療法になっちゃってますね。なので皆さんも普段から口をあーっと開ける習慣をされるといいんじゃないかなと。